新役「貧しき人々」フィオドル・ドストエフスキー作「桐下正則役」4月25日マカール・アレクセイヴィチ様「今日いとこのサーシャに出会いました」「びっくりです」「彼女もきっとかわいそうですが」 身を持ち崩すことになるでしょうこれも他から聞いたことですがあんなひょうどろぶながまだ私のことを嗅ぎ回っているようなのです彼女が私を追い回すのを諦めるとは到底思えません私を許したい過去のことはすべて忘れそして何としても自ら私を尋ねるのだと言っているそうですまたあなたは私の親類ですらなく自分が一番近い親類である だからあなたがこちらの親族の問題に首を突っ込む権利は一切ないあなたの好意に甘え支援までしてもらって暮らすのは恥ずべきことでありみっともないというのです私は彼女の恩を忘れている私と母を餓死の淵から救ってあげたのだし養っている2年半というものお金はかかったしそのお金さえ請求しなかったともあの女は母を助ける気なんかなかったんです あの人たちが私にした仕打ちをかわいそうな母が知ったらどうでしょう神様はすべてをお見通しですあんなヒョードロブナは私が自分の幸せをつかめなかったのは私がバカだからと言い,い彼女は私を幸せにしたい一心だったのであって他のことに何の責任もない私が自分の体操を自分で守れなかったのはことによればそもそもその気がなかったのだなどと言っているそうです ででは誰がいけないのですか彼女によればブイコフ氏に非はなく男にとって女は結婚とは関係なくああもう書きたくもありませんこんな嘘を聞かされるなんて残酷です私はこれからどうなるのでしょう私の体は震え涙が止まらずおえつが漏れてしまいますこの手紙を書くのに2時間もかかりました 少なくとも彼女は私に対する罪を認めると思っていたのにいまだにあの態度なのですしかし心配しないでくださいあなただけが私の味方ですフェドーラは話を大きくする癖があって私は病気になんてなっていません昨日母の供養でウォルコボ墓地に行ったのですがそれでちょっと風邪気味なだけですなぜ一緒に行ってくれなかったのですか あんなにかわいそうなかわいそうな母もし墓の中から生き返ってあの人たちが私にしたことを知ったらワルワーラ・ドブロショーロは。